24日の法語、あなたを不幸にする力はどこにも存在しない。人間を不幸にする力がどこかに存在するに違いないという考えをあなたは持っていられませんか。その考えそのものが不幸を生み出す種なのです。そんな心の種を始終この世界にまいていながら、自分のまかない不幸が現れてきたなどと考えてはなりません。まず始終幸福であるためには、この世界は神の作った世界であるから、人間を不幸にする力などは断じて存在しないという断固とした信念を持ち続けるようにしなければならないのです。無論この現象世界には苦しんでいる人々の悩みの念波、悲嘆の念波、良苦の念波、恩差の念波、憎悪の念波など不幸の精神波動が充満しております。しかしこれらの念波があなたの現象界に具体化して現れてくるのは、一応あなたという受信装置を通してからであります。あなたという受信装置を実相の波長以外はいかなる悪念波も受信しない波長にしておけばよいわけです。25日の法語、自己の身辺に幸福を実現するには、自己の想念を媒介として宇宙間に放送されているいろいろの精神波動をキャッチして、それを形に表す人間は一種のテレビセットのようなものです。だから自分の身辺に何か不幸や病気が現れているということは、それを受信するにふさわしい精神波動または想念が自分自身に起こっているということを表しているのです。その意味において、いかなる不幸が私たちに襲いかかってきたにしても、その一般の責任は自己にあるのですから、誰をも恨むことはできないし、誰にも責任を課することもないのです。そこで自分の身辺の出来事を幸福なものに変化しようと思うならば、自分の精神波動を変化すればよいのです。すなわち静かに座して実相常在円満の世界を感じるのです。それは今映っているテレビの画面を変化しようと思うならば、波長を転じて他のテレビ放送局の波長に合わせばよいようなものであります。26日の法語、宇宙に向かって呼びかけること。すべての物質の根源であるエーテルはそれ自体事象を持たない。そこにボルテックスリングを起こして素粒子を作り、水素を作り、宇宙運を作り、それを星雲となし天体となしたのは非物質のエネルギー、すなわち霊的エネルギー、すなわち心であるのである。心はすべての作り主と聖教に書かれているゆえんである。その普遍的心の分け前を私たち人間は与えられているのであるから、私たち人間の心が物質に感応をしないことはありえないのである。そこで私たちは欲する事物を宇宙に向かって呼びかけるとき、その呼びかけるものが法則によって作られて自分のところに集まってくる。イエスが求めよ、さらば与えられん、叩けよ、さらば開かれんと言われたことの科学的原理はそこにあるのである。しかしただ求めるだけでそれが得られるかどうかわからぬという疑いや不信の念が伴ってはならない。だからその願いはすでに成就したりと信じて念じなければならない。27日の法語、自己の内性の再発見について。霊的自覚を通して私たちは神の子と知る。神の子という意味は、神の体内から離れて、おぎゃーを出てきて、今は孤児であるというような意味ではない。神の生命が自己のうちに宿っているという意味である。その意味において、自己の内性の再発見が、神の子の自覚であるのである。肉体を見たならば、限られた力しか持たない自分でありながら、無限の力が肉体に宿っており、それを見出し、法則によって引き出せば、その力を現象界に表すことができるのである。キリストは、我自らにては何事をもなし得ず、天の父、神、我にいまして、御業をなさしめたもうのであると言っている。神、我にいますという、自己の内性の再発見こそ必要であるのである。しかし、それを再発見するだけでは足りない。法則によって引き出すという条件があるのである。害を通すために祈っても成就しないのである。28日の法語、自己の無限力を現実に呼び起こすには、我、今ここに神の生命が増しますのである。この自覚を端的に把握する行法が深層観なのである。我と今とここと神とが一つにここにあるのである。それを悟るとき、何時何ぞ乏しきを憂うのであるか、何時何ぞやめることを憂うのであるか。すでに乏しきは満たされ、病は癒され、無限の力の把握は今ここにあるのである。その無限の力を法則によって呼び出すには法則がある。まず利己の心を捨てなければならない。
アイタの心を起こさなければならない。受難雷さんの心を捨てなければならない。虚しき因縁因果は本来存在しないものであることを自覚しなければならない。神の英知我に流れ入りて導きたもうと念じなければならない。その行動が自分の天分に合致するものであることを見定めなければならない。言葉の力によって自分の天分に合致する事柄がすでに成就せりと念じなければならない。